あちゃのミルクでチチチ。なんかエンドレスだ。はい、どうぞ。おひじちゃん、おひじちゃんどうした？こっちだ。はい、この。最初の2本くらいはスピ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 飲むよね、うん、あ、すごいね。この子は飲むのやっぱこっちより多いかも。うん、上手。お母さん。終わったら大丈夫、あくみます、うん、こっちおひげのある方が多分女子なのでサンちゃんですね。出てる出てる、サンちゃんです。次がですね、多分男の子だと思うんですね。この時期ちょっと袋がちょっとわかるのでね、なのでジョー、もし女の子だったらジョコちゃんですね。なんじゃそれ。口からミルク吹いてますよ、お母さん。甘いのミルクをチュ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 飲みました。歯とか舌とか言ってます。エビちゃんの顔、ね、巨大猫みたいになっちゃって、ね、なんかおしっこしたじゃん。うん、違う違う、口を、口を開け。はい、じゃあ体重が出ます。おひげちゃん、サンちゃん、サンちゃんからですね。おひげのサンちゃん、サンちゃん、え、な、何？サンちゃんの方がちっちゃかったんじゃないの？大きかったの？ちっちゃか、ちっちゃいよね。サンちゃんちっちゃかったんでしょ？うん、84だったんでしょ？うん、100円。100なんです。すごいじゃん。すごいじゃん。はい、上手。上手。上手。上手の方がちっちゃかったのか？あ、上手の方がちっちゃかったんだよ。うん。うん、上手さんの方がちっちゃかったんだ。上手さんは真ん中に乗せて。94。はい、いいよ。ちょっとサンちゃんもう一回分かろうか。そんなにあんのかな。サンちゃんの方がちっちゃく100だよ。肉厚だと思う。すごいすごい。はい、両方とも増えました。86から94、94から100ですね。こっちの方が大きいのかい。これが、これが、これが100だろ、うん、ああ、やっぱりサンちゃんの方が大きいよ。大きい大きい。これが色がちょっと濃いよ、サンちゃん。うん、93、94。うん、そうだそうだ、こんな感じだ。色が濃いというか、ちょっとね、なんか、ま、でも飲みっぷりも良かったよね。はい、キちゃん朝ごはんです。自分でたちでここに入るんですよね。うん、すごいすごいすごい。はい、頑張れ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 。
入帳。今から、あちらでサンちゃんとジョーちゃんの、ミルクですね。はい、11時です。よいしょ、起きて待ってますね。よいしょよいしょ、もぐっちゃって、はい、はい、行きましょう。はい、ミルクあげます。はい、終わりました。で、6ずつぐらい飲みましたね。まあ、100と94だったら、まあ、それぐらい飲むのかな。おひげのない方、ちょっと胸にまだ傷のあるのがジョーちゃん。で、おひげのないのがサンちゃんということで。はい、じゃあお部屋に帰ります。お口も拭きました。トイレも終わりました。まだですね、片手で、こうやって、ちょっと、ピタッチする。マッチマッチ。やっぱ今日エビちゃんを、にミルクあげましたけど、残ったミルクは朝。エビちゃんが巨大に見えましたね。はい。はい、じゃあまたね、3時前ぐらいだね。2時半ぐらいだ。はーい。はい、気持ちのいい昼間です。紫外線はやっぱり強いですね。でもまあ、風は、秋の風だね。でもまあ、こんな感じで。まあ、一年中こんな気候なら、素晴らしい観光地になるんですけど、まあ、そうはいかないですね、やっぱり。あら、いねえ。おい、どこ行った？はい、いる。いますね。さあ、ちょっと海行ってみましょうか。まだ全然泳げますね。あ、ちょうどもう入港してる。ちょうど入港ですね。11時30分入港です。ぴったしこの時間ですね。あ、来た、来ました。このまま行きます。回れちゃう、行くの。おー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 、サフサフサフ、すごいな。回れちゃう、ピカピカやな。散歩もあるちゃん。今日はね、みんな、他のみんないないからね、もうみんな、こっちで、みんな。おい。マルちゃんは見慣れてると別にそんな大したことないのかなと思うんですけど、まあ初めて見る人はすごいなんかゴージャスって思ってくれるみたいで、まあ、そうなのかなって思うんですけど、楽しくて、ね、頭のいい子です。
が自分で出てきましたね。はい、ミルク行きます。2時30分ですね。はい、5cc 飲んで 5.2 ぐらい飲んでますね。はい、また次5時半ぐらいね。3時間だとそれぐらいだね。よく飲むね、あんたたちね。はい、寝ましょう。3時ですけど、今からヤギのご飯を取りに行くので、その前に、食べたい電柱にちょっと入れておきます。ちょっと食べるよ。いしょ。今のお兄さんはちょっともう暴れてたんで、ちょっとこっち入れて、少しおやつですね。あとそれぞれ食べるとこありますけど、ね、はい、キキです。3時40分ですね。もう、わがままレコの缶詰をもう使ってます。パンチもったいないんで、まあ、この電池がそんなに、今はそんな割と食べます。はい、どうぞ。下の段、ゆうちゃんは普通のご飯を食べるようになってきたんですね。もう食べないか。じゃあ、ちょっと ドラキチ君、しぶしぶ食べてますね。はい、お子ちゃんご飯です。
これまだチャンスか。よいしょよいしょ、はい、ロコちゃん、はい、出ていいよ、ドライは。こっちすごいな。